こばアミゴ小林です。本日はサボテンの進化、まあ歴史みたいなものですね。どのようにしてサボテンはこう形を変えて進化していったのかということをお話ししていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。ちょうど夏ということで、小学校なんかでは自由課題とかっていうのがあると思うんですけれども、このサボテンについて自由研究っていうんですかね、そういうのをちょっと小学校で発表してみるのもいいんじゃないかなと思いまして、少しこうサボテンの細かいところまで今回はお話ししていきたいと思います。で、実際に本物を見ながらお話をしていきたいと思います。はい、ということで、まずサボテンとはというお話になってくるんですけれども、このサボテンっていうのは、多肉植物とこう分けられる。この動画は以前撮ってアップしておりますので、この違い多少細かく知りたい方はそちらの動画を見ていただければなと思うんですけれども、まずですね、サボテンというのは死座、トゲに台座の座と書いて死座というものがあるのがサボテンです。そして、サボテンの故郷というんですかね、自生地っていうのは基本的にはアメリカ大陸になってきます。これアフリカとかにはもともと自生というのはしていないんですけれども、これは40万年前ぐらいからサボテンは存在していたと言われて、大陸がこう大陸の変動でアメリカ大陸とか、アフリカの大陸がこう分かれてしまった後に、サボテンが、出てきたので、もともといたアメリカ大陸っていうところで、かなり進化をしたわけですね。こちらはアメリカ大陸といってもどちらかっていうと南米の方ですね、南の方で結構進化していったという形になります。そして今目の前に並んでいるサボテンですね、この一番こっち側、これはなんだ、これはただの葉っぱじゃないかと思っている方いると思うんですけども、こちらが一番原始的なサボテン、この葉サボテンというやつですね。このこれです。これこの葉サボテンとで一番原始的で代表的なのはこの今あるやつ、木キリンというやつになりまして、これ普通の観葉植物みたいになっているんですけれども、実はこれ死座があります。これ葉っぱカットしたのでちょっと見てもらいたいんですけれども、こちらですね、わかりますかね、トゲがあってここに死座がありますね。この辺も見てわかると思うんですけれども、はい、この木キリンというのが一番原始的なサボテンですね、この葉サボテン。そしてその次に、自生地の乾燥化が進むにつれて出てきたのが内輪サボテン。内輪っぽいですね、形が。一応大体どの本見てもしゃもじ状になっているっていう感じになっているんですけれども、これ、環境変化で自生地の乾燥化が進むにつれてそれに対応できるように形をどんどん変えていった、この葉サボテンから、進化した形がこの内輪サボテンですね。これ、だんだん乾燥が進んでいく地域だと茎の部分が多少ちょっと丸くなった内輪サボテンもあります。そして次、これまあ見たことある人はいると思います、柱サボテン、柱状になってるやつですね。こちら、さらに、内輪サボテンが進化したもので、梁と言われるこの筋みたいなものですね。この一つ一つのこの部分、これを梁と言います。
この量っていうのは光の強さを加減するんで、うちわサボテンよりさらに進化して乾燥にこう対応できるようになっています。強い日差しをこううまくコントロールできるような形になりますね。そして趣味家の人は結構このタイプを集めてる人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、柱の横これですね。これが玉サボテンって言われてるやつですね。これさらに乾燥したところで耐えられるように、このサボテン自体の表面積を小さくして、この水分が発散するのを抑えるためにこの球状ですね、玉の形、丸っこい形を、さらに柱サボテンが進化したものですね。だから一応いろんなものを見ると、まあ柱サボテンとこの玉サボテンっていうのは、まあ、どっちが早く進化したかっていうのは、まあ、定かではないんですけれども、一応順番的に言うと大体の本でこの木の葉サボテン、うちわサボテン、柱サボテン、玉サボテンという形になっていくのが、まあ、通常ではないかなと思います。そして、サボテンの特徴ですね。これ、シザと呼ばれている、他の言い方でアオーレという言い方がありますが、これトゲがないサボテンっていうのもあるんですけれども、必ずこのシザというものは存在します。これ水管玉、これはトゲがないです。もうふさふさ、もう触ってもいくら触っても痛くないです。だけれどもこれがシザですね。このふさふさっとしたのがシザですね。これが必ずあるのがサボテンの特徴です。なんでこの水管玉というやつなんですけども、これもサボテンになりますね。そしてこちら福禄寿、これもつるんとしてはいるんですけれども、この部分ですね、ちょっと毛みたいなのが少し見えると思うんですけども、ここがシザになりますね。ということでサボテンの進化は木の葉サボテンという、葉っぱのついているサボテンから始まったというお話ですね。まあ、サボテンの進化は世界が乾燥していくにつれて、その乾燥に耐えられるように進化していったという形ですね。そしてさらには、外敵から身を守るためにトゲが出たりとか、まあ、あとは環境に合わせて逆にトゲがなくなったりとか、そういったことを、まあ、かなり長い年月をかけて進化していくということになります。はい、ということで今回はサボテンの進化についてお話ししてきたんですけれども、一番最初はこの木の葉サボテンから始まったというですね、まさにこの木みたいなサボテンですね。これは結構面白いですよね。サボテンももともとこう葉っぱのある樹木みたいなものだったということ、それが、世界の乾燥が進むにつれてそれに耐えられるように進化していったということになりますね。そして、一番大事なのは、サボテンというのはシザがある、アオーレというものがあるっていうことを、頭に入れておいていただければなと思います。というのをこう進化してきた過程というのを考えると、やっぱりサボテンは乾燥に強いということですね。何度も、お話ししていますけれども、サボテンはお水が足らなくて枯れるということはあまりないので、だいたいお水をあげすぎて腐らせてしまうということが多いので、皆さん、今回のお話も頭に入れてもらって、サボテンの水やりは注意してやっていきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画いいと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アディオスコバアミゴアオレー。